ドスケベな皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは皆さん大好きな日本の女優やタレント、ファッションモデルとして大活躍している元乃木坂のセクシーな斉藤飛鳥さんです。1998年8月10日生まれ、激アツの26歳、東京都出身、血液型は O 型、身長158センチ、3サイズは上から78、57、80の C カップです。本当たまりませんね。可愛らしいルックスとあでやかな表情に男性諸君は思わずあそこがうずいて仕方がないでしょう。こういう人に首輪をつけてあげたいものですね。そんな彼女ですが、日本のエンタメ界に颯爽と現れた小顔の奇跡であり、アイドルやモデル、女優として大活躍しており、1998年8月10日に東京都で誕生した彼女は、ミャンマー人の母と日本人の父を持つという特異な背景から、どこか異国の風を感じさせる美しさを持つ存在です。見た目だけではなく、斉藤飛鳥の持つユニークなキャラクターと鋭いウィットは多くのファンを虜にしてやみません。あと、めちゃめちゃ顔が小さくて乃木坂の見えないセンター伝説っていうのがありまして、2011年に斉藤飛鳥が乃木坂の一期生として登場した時、世間は絵こんな小さい子がセンターを務めるのと驚愕しました。それもそのはず、彼女の顔があまりにも小さいため、当初は CG で加工されてるんじゃないかという噂まで飛び交いました。実際に彼女がセンターを務めた楽曲裸足でサマーでは、その透明感は溢れる姿がさらに強調され、まさか本当に透明になって消えてしまうのではとファンの間でジョークが飛び交うほどでした。さすがに消えることはないだろう。一方で、彼女の控えめながらも真の強いパフォーマンスは多くのファンを感動させ、次第に小顔の奇跡としての地位を確立しました。特に彼女がセンターを務めたシングアウトでは、その堂々たる姿が印象的で、小さくてもやるときはやるんだなとファンやメンバーからの評価も高まりました。なんだか自分で作っててあれですけど、ファンからのコメントが上から目線すぎて受けますね。斉藤飛鳥の小顔伝説はモデル業界でも炸裂しており、彼女がモデルとして登場するや否や、その異次元の小顔ぶりに、この子サイズ間違えてないとスタッフが真剣に心配するほど。ファッション誌スイートでは、彼女が全身で登場してもページをほとんど圧迫しないため、編集者たちは他のモデルよりページが節約できると冗談を言うほどでした。また彼女がどんなスタイルでも完璧に着こなす姿は、まるで服が飛鳥に合わせて成長してるかのようだと言われ、彼女の影響力は日本を飛び越え、アジア全体に波及する事態に。ファッション業界においても、彼女の存在はミラクル飛鳥として称賛され、次々と新たなトレンドを生み出しています。ミラクル飛鳥って何でしょうね。ネーミングセンスがだいぶ直線的ですがな。また斉藤飛鳥はアイドルやモデルとしての活躍に満足せず、さらなる高みを目指して女優業にも挑戦しており、2018年には初主演映画ホットギミックガールミーツボーイに出演し、彼女の演技力が大きな話題を呼びました。評価を過ぎてどの角度でも美しいといった外見の魅力だけでなく、彼女の繊細でリアルな演技が観客を魅了しました。ただのアイドルじゃない女優飛鳥がここに誕生したと多くの批評家をうならせました。めっちゃ大げさやな。さらに2021年の映画の映像研には手を出すなでは、個性的なキャラクターを見事に演じ分け、彼女の演技の幅がさらに広がっていることを証明しました。彼女の演技にはどこか謎めいた深みがあり、飛鳥が演じるとキャラクターが二次元から飛び出してきたように感じると言われるほど、その演技力はまさに小顔にして大器という言葉がぴったりです。2022年に斉藤飛鳥は乃木坂を卒業し、ついに新たなステージへと踏み出すことを発表します。このニュースはファンに衝撃を与えると同時に、これから飛鳥がどんな世界を作り上げるのかという期待感で胸をいっぱいにさせました。卒業後も彼女はモデルや女優としてさらに精力的に活動を続けており、次々と新たな挑戦に取り組んでいます。彼女の今後の展望はまさに飛鳥帝国とでも言うべき広がりを見せています。ファッション界での地位を不動のものとしつつ、女優としても一流の存在へと成長し続ける姿は、多くのファンだけでなく業界関係者にも大いなるインスピレーションを与えています。斉藤飛鳥はその小さな顔に秘められた大きな可能性で、エンターテインメント業界を牽引する存在としてますます注目を集めています。
彼女の持つ独特のユーモアやウィットもファンにとっては魅力の一つであり、彼女が発する一言一言がネット上で話題になることも多々あります。そんな斉藤飛鳥のこれからの活動からますます目が離せません。彼女の未来、まだまだ広がり続ける、いやもう広がりすぎてどこまで行くのか予測不能です。今ではすっかり有名になった彼女ですが、今後どうなるか目が離せませんね。どう転んでも我々ファンは温かい目で見守っていきたいですね。概要欄に彼女の SNS リンクを載せているので、可愛い、興味湧いたって人はいいねとフォローぜひお願いします。まだ推しが見つかってないよって人は過去の動画も見た方がいいですね。チャンネル登録、高評価していただくと動画作りのモチベが上がりますのでぜひお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。Thank you.